県なんですね。千葉県房総半島の南あたりにいます。官邸から指示があったのでこの通りに降下しております。と言ってもかなり早い降下指示だよな。何か勘違いしてるんじゃないか。官邸官よ。まあいいんだよ。そんなことより久しぶりに帰ってきたな東京。機長っては高知に住んでるんじゃ。他埼玉ですよね。ねえ、なんで。ねえ。ああ、もううるさいな。別に東京に近いから良いではないか。首都高速だって近いし、関越道あるし、ちょっと南に行けば環状8号線だぞ。羽田空港まで行けるんだぞ。はいはい、わかりましたよ。まあさっき機長が言ったように東京。久しぶりですよね。お前、吉祥寺に住んでるからといって調子乗ってるんじゃねえぞ。別に調子乗ってないんですけどね。新千歳空港をこなって、関西国際空港をこなって、下木島空港、那覇空港に戻って、現在に至ると、結構いろいろなところ行きましたよね。そうだね。結構いろいろなところ行きましたけどさ、帰ってくるとすっきりするよね。これだけ遠く行ってるかな。家族サービスしないとな、機長さんよ。家族サービスね。まだ恋人もいねえんだが。そうだもんな。心が汚れれている28号さんだもんな。恋人がいなくて当然だ。この当てにやめろ。28なんておっさんじゃねえぞ。何がおっさんだ今月。そうというか私も彼女いないんだが。ローカライザーグライドスロープチャプター。よしよし、今回の着陸は僕がやるということで良いですね。そうだよ、機体に傷つけるなよ。やっぱり安定しないなぁ。こりゃ到着酔っちゃうよ。オートスロットルとオートパイロットがかなり鈍いね。これが一番大きい原因だと思うよ。でも手動がめちゃくちゃやりやすいから安心しな。手動がめちゃくちゃやりやすいとは。フライバイワイヤーの影響なのかわからないけど、機体が素直に動いてくれるんだよ。激しく操縦を犯してもガクガクならないし、ちょっと操縦通しすぎたなと思ってすぐに戻してら戻した側に出力される。すまねえ、ちょっと何言ってるかわからないだろうな。まあ習うより慣れろっていうことわざがあるから、とりあえずチャレンジしてみなさい。別に別れとは言っていないし、とにかく実感してみなさい。こりゃ派手に合ってるなぁ。エチケット袋に収まるかな。グライドスロープ、よし。これはすごく良さそうだ。成功頑張ってね。グッドラック。オートパイロットディスエンゲージ。かなり早めに切ったね。どうして？早めに感覚を掴んでおきたいなぁと。
少し右にずれてるよ。左に少しずつ修正していって。もうそろそろカットオフして、スピードブレーキアップ、フルリバース、マニュアルブレーキ。左が少しだけ跳ねたね。接地もすごく良いと思うよ。オッケー、じゃあそこ左ヌーロー。ここからは俺が担当するよ。こりゃ、楽しい機体だなぁ。操縦がめちゃくちゃしやすい。なんというか、素直に動いてくれる感じ。ああ、わかってくれた？個人的には、操縦に対する反応が素直なことと操縦席の高さがちょうど良い塩梅だから、着陸しやすいのかなぁ？とか考えてたりしてるよ。737は操縦に対しての反応が謙虚すぎるというか、なんつうか重さがないし、すぐに反応が変えるから修正が難しい。操縦引いた時の反応がオーバーすぎたりするから調整が難しいよね。こう着陸後の安定感がない感じ、やっぱり軽いから翼の揚力を殺しきれてない感じがあって難しい機体だと思う。ダウンソースが足りないから、ラダーを蹴った時に後ろが横向きに滑ってる感じを感じたり、でもこのトリブルは重いし、スポイラーがでかいからダウンソースが十分にかかって揚力を殺しきってるので後ろが横向きに滑らない。言葉だけだと説明が難しいなぁ。まあ要するにスポイラーがどれだけ機体を地面に押し付けているかってことでしょう。奥から2番目、あそこかな？ターミナル1、スポット2番。サクッと入れてサクッと終わらせした。おいおいおい、早すぎだろお前。